皆さんこんにちは。レックス専任講師弁理士の水崎です。2023年の弁理士試験論文合格向けのLゼミのプロモーションですね。はい、今から勉強すると約9ヶ月後ぐらいですか、二次試験が。勉強時間には十分時間ありますからね、間に合いますから、一緒にぜひ頑張っていきましょう。はい、で簡単に私自己紹介いたしますけれども、私弁理士になって、丸々11年ぐらい経つんですね。で講師としては大体8年9年ぐらいですか、やっております。入門講座、担当、論文、講述、すべての試験科目において受験指導をしてきました。今は、もっぱらLゼミを中心に講座を担当しております。普段は特許事務所に勤務していて、出願業務とか、ね、拒絶流が来たらどうしようとか、いわゆる中間処理ですよね。あとは審判とか、裁判も広く携わっています。皆さんが今法文集でね、一生懸命勉強しているようなこと全般です。それからあとは企業に行って、知財のセミナーを開いたりとか、公的機関で相談員をやったりとかいうようなこともやっております。幅広く弁理士として活躍しています。はい、でまあ今ちょっとねカッコつけて自己紹介をしましたが、で私こう見て分かる通りカッコつけてるんですねなんですけれども、受験の時どうだかっていうと、全部で私受験6回失敗してるんですね。で7回目でようやくなんとか合格っていうような経歴です。はい、じゃあなんで6回失敗して7回目で合格できたのか、これ別にたまたま知ってる問題が出たとか、運が良かったとか、そういった理由ではなく、きちんとした根拠があります。はい、でその根拠がきちんと私が問題を何度解いても間違えずに解けるようになったからなんですね。だから合格答案を当日4つ揃えることができるようになったわけです。これを何度かに1回失敗するってなってしまうと、当日例えば4つに1回なんかちょっとミスしちゃってしまうと、なかなか合格に結びつきづらくなるわけですよね。なのでまず合格答案を書く前提として、私のゼミでは何回解いても同じように問題が解いていけるようになる、そういった受験指導をしていきます。はい、それはひらめきとか何か思いつきとか、そういった何か不確実なものに基づくのではなくて、きちんと訓練することによって鍛えることができる、きちんと根拠があるものです。はい、では実際ちょっとどうやって勉強していけばいいのか、ゼミの進行を踏まえて簡単にお話していきますね。はい、論文突破への準備というふうに書きました。テーマ3つあるんですけれども、1つまずは答案構成ですよね。はい、それから2つ目自分を知るということ、そして3つ目、短くかつ得点できるような効率的な書き方というふうにしました。はい、一個一個簡単に説明しますが、何度解いても同じように解ける、つまりこれって合格答案を書く前提の答案構成の段階で決まってくるんですね。合否は答案構成の良し悪しでほぼほぼ7割ぐらい決まってくると言われています。実際にそうですね、答案構成によってほぼほぼ決まってきます。なのでその答案構成、特許であれば例えば20分ぐらいですか、1問について、微小商標だと30分ぐらい答案構成の時間あると思うんですけれども、正確かつ高速に画一的にやっていく必要があるんですね、決められた時間の中で。はい、それから2つ目準備について、2つ目、自分を知るということです。自分を知るって2種類あるんですね。自分ができないことをきちんと知るっていうことと、みんなができていることを知ることで自分の相対的な評価ってどうなんだろう、この2つなんです。この試験って相対評価じゃないですか。なので自分だけができてた、自分だけができていなかったっていうことをきちんと把握することは非常に大事なんですね。でこの試験で大事なのって、こうできることをぐんぐん伸ばしていくっていうよりは、
できないことをいかに少なくしていくか減らしていくかなんですね。そういった意味でみんな何ができているのかなっていうのを知ることは大事になってきます。はい、それから3つ目、短くかつ得点できる効率的な書き方。例えば特許法ですか、29条1項1号について問われた時に皆さんどうやって書きます？これをですね、問題に当たるたんびに、あ、こうやって書こうかな、主語はどうしようかな、何かなって考えてしまうと非常に時間がかかってしまう。これだと時間いくらあっても足りないわけですよね。でそれから例えば29条1項1号2行で書くのか5行使って書くのか、それもその都度変わっていくようじゃなかなか安定しないです。でちなみに2行3行で書いても5行6行で書いても配点って同じなんですよ。なのでどちらで書いても点数が変わらない。なのであれば短くかつ効率的に点数が取れる書き方の方がいいですよね。はい、じゃあこの今挙げた3つの準備、ゼミの中でどうやって具体化具現化して訓練していくか、ゼミの進行と合わせてちょっとだけお話していきますね。はい、まずゼミの進行です。ゼミではまず問題を解いていただきます。そしてその後その解説をします。でその後小テストをうちのクラスではだいたいやっていきます。例えば判例、青本、審査基準の穴埋め問題だったりとか担当の問題だったりとか、はい、それが終わってから前回、つまり今解いてもらった答練の前の週に解いてもらった前回の答練の公表、まあ答案の返却と含めてですけれどもね、公表して最後に個別の質問を受け付けるという形です。途中でね、こう質問質疑応答ってするのもいいのかもしれないんですけれども、やっぱりこう積極的に手を挙げて発言できる人となかなかそういうのが苦手なんだっていう方いろいろいらっしゃるので、できるだけこう平等にですねゼミの時間皆さんに活用していただきたいので、質問は最後に受け付けることにしています。でメールアドレスね、皆さんにお伝えしますので、メールで質問してくださっても大丈夫です。それから欠席フォローですね。講義はスマホとか IC レコーダー使って収録しますからね、私で。皆さんダウンロードできるようにサイトにアップしておきますから、欠席フォローとして使ってください。はい、ゼミの中で使う資料もねダウンロードできるようにはしますからね。はい、それから個別面談、これゼミの中でやるわけではないんですけれども、ゼミが始まる前の時間ですねに何名かずつ、毎回全員とやるわけにはいかないので、時間的に何名かずつ個別にお話をしていきたいと思います。この辺の勉強の仕方がわからないんだ、困ってるんだ、皆さん質問があればどんどん相談してくださいね。この時に答案を見せて、皆さんのこの辺ができてるよできてないよっていうような話もしていきますからね。はい、では具体的にゼミの中で使っていくツールについて少しお話していきますね。これ答案構成、実際私が問題を解いて毎回皆さんに配布します。手書きのものなんですけれども、例えばまあこれパッと見てなんだかわからないかもしれませんが、まあ、登場人物がこうとかオツとか出ているわけですね。それに対して横軸にこうアクションがいろいろあって、この問題では一体どんなものが論点として問われていて、本文で当てはめるとどういう結論になるのかっていうものを示したものです。で私のこの答案構成の特徴は、はい、これ特許法なんですけれども、全ての法域において、ほぼほぼ全ての事例問題においてほとんど同じ解き方をしていきます。なので毎回答案構成はこのスタイルなんですね。でこれができると何がいいかっていうと、まず答案構成がブレないです。答案構成に考える費やす時間を費やすものがなくなります。つまり漏れなく確率的に論点を上げていくことができるんですね。これを答案構成苦手なんだっていう方よく質問を受けるんですけれども、でそういった方の多くが問題読んでなんか気づいた順番にいろいろ構成を上げていってしまう、気づいた順番にちょっとなんかメモみたいなものを取って解いていく。でそうすると何ヶ月か経って同じ問題を解くときもこれ違う解き方になるんですね。気づくときと気づかないときとあるので、
そうするとなかなか答案って安定しないんですよね。はい、そうではなくて、もう解き方をフィックスして、それを全ての問題に当てはめるということです。はい、でこれ何度解いても同じように問題を解くことができる。これ解いてきた問題は当然ですけれども、新しく今まで問われていない本試験においての問題も同じように解いていくことができます。でそうするとなんとなくこう皆さんがね、今までやってきた解き方と違うからなんか新しいことをやるのかなとか思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、そうではなくて、私の考え方は、今まで皆さんがこう勉強してきてこう頭の中に知識があるんですけれども、それがちょっといろいろこう散らばっちゃってる状態なんですよ。なのでそれを一旦集めてきて、こう順番に並べ替えてスッと解いていくっていうようなイメージを持ってください。なので確率的に問題解いていけるようになるんですっていうことです。はい、で続きまして採点表ですね。これその問題で問われた論点、それに対する配点、そして自分の得点が一段になったものです。これを使って、自分は一体なぜこの点数なのか、3点のうちなんで1点しか取れなかったのか、もしくは2点のうちなんで0点なのか、その自分の点数の根拠を知ってください。これによって自分の弱点をしっかりと把握してください。続きまして、小テストですね。これもサンプルですけれども、例えば選手要件について、要件を列挙せよとか、審査基準の、穴埋めだったりとか、いろんな小テストを用意しております。はい、で続きまして前回公表ですね。平均点とそれから最高何点だよとか、合格点に行った人は何点だよっていうもの、それから総括だったり問題文についてのこう皆さんがどうだったかっていう公表になります。でこれを見ることによって、自分は何ができていた、でも皆さんは、他のみんなは何ができていなかった、もしくはできた、つまり相対評価のですね、自分の立ち位置を知る一つのツールにして活用してください。はい、で続きまして答案テンプレート、これも結構評判はいいんですけれども、最初に29条1項1号どう書きますかっていうふうに言いましたよね。これ本問では発明丸、例えばイとかローですよね、は出願 X ですか、前に展示会に発表されているため公然知られている29条1項1号よって拒絶理由なんだ49条2号はい、答えはと言いますか2行です。こう書いても5行6行使って書いても、ここに振られてる配点って同じなんですよ。であれば短くかつ効率的にきちんと点数が取れる書き方っていうものをもうテンプレートとして持っておけば、あとは丸の中埋めるだけでどんな問題にも対応できますよね。短くかつ確率的に点が取れるような書き方、これもマスターしていってもらいます。はい、では最後なんですけれども、最初に3つ準備が必要なんだというふうに言いましたよね。答案構成、それから自分を知る、そして効率的な書き方。今までお話ししてきたゼミの進行やゼミのツールでどうやって実現していくかまとめます。正確無比な答案構成術、これは講義の中でもしっかりとお話ししていきますし、答案構成お見せしましたよね。あれの使い方、見方もしっかりとゼミの中でお話ししていきますからね。あとは答案、添削して返却しますから、そこでもコメントをつけます。これを使って答案構成術しっかりと身につけてください。それから自分を知る、弱点の洗い出しとかですけれども、個人採点表、論点と配点と、それから点数ですよね、あの表を使って自分を知っていただき、そのことについては個別面談でですね、この辺ができてたんだよ、できてなかったんだよっていうお話もしていきます。そして公表のアジェンダを使って、全体の中で他の人って何ができていたのかな、できていなかったのかなっていうのを知ってください。そして効率的な書き方、テンプレート最後に見せましたよね。あれ品質の条文に関しては、全部じゃないですよ、全部じゃないんですけれども、問われる品質の条文に関してはあらかじめ用意してありますから、それをマスターしてください。あとは答練を使って
どんどんその書き方も訓練していってください。はい、では最後まとめますけれども、ゼミが始まって10月からね開講して合格が知らされるのってやっぱりちょうど1年後ぐらいですか。試験が終わって7月に試験が終わって、合格発表までだいたいそのゼミ、今のねゼミの月から考えると1年後ぐらいじゃないですか。でもそれって試験の結果が知らされるのが今から1年後だっていうだけであって、試験結果が出るのって1年後じゃないんですよね。いつかっていうと、これ今どんな勉強をしているか、これの積み重ねが1年後の合格発表にどんな結果が出るのかを決めるわけじゃないですか。ですからこの今の時期にどんな勉強をしているかってすごくすごく大事なんですね。今きちんと勉強しておくことが1年後知らされる結果を左右するわけです。で、勉強なかなか孤独ですよ。で、特にこのコロナ禍だとね、一緒にみんなで勉強するっていうのがちょっとはばかられる世の中ではあるので、このエルゼミを使ってまずは週1回のペースメーカーでね、あとは講師である私と二人三脚でこう一緒に勉強していく、そういうふうに思ってください。エルゼミって私のクラスでは一人で勉強するというよりは講師と二人でコンビで勉強していくっていうふうに思ってほしいんです。なので面談もやるし、そこで皆さんいろんなことを相談してもらいたいんですね。私もいろんなことを聞きますしね。はい、今から準備していけばしっかりと間に合いますから、きちんとした答案構成術を身につけて何度解いても同じように解ける、新しく問われた本試験の問題も今までと同じように解いていける、そんな力を身につけて、ぜひぜひ来年一緒に合格の喜びを分かち合いましょう。必ずできます。大丈夫です。じゃあ、三崎クラスですね、おめでとうございます。クラス選んだ決めて、なんかいいこと言ってください。はい、三崎先生のクラスはですね、三崎先生が論理的かつ漏れのない形でですね、しっかり説明してくださったので分かりやすかったです。ありがとうございます。なんかクラス選んでもらった決め手を。論文書くときにやっぱり迷っちゃいけないなっていうのがあって、そこでもうどんな問題が来ても同じようにやればもう解けるんだっていう、そうなれるんだなってちょっと思って、はい、選びました。ありがとうございます。クラスを選んだ理由とかの決め手があれば、はい、皆さん言われてましたけど、やっぱりフレームワーク的に解けるようになるんで、思いつきでポンポン書くみたいなのがどんどん減っていくのはいいことだなってすごい思ってます。はい、ありがとうございます。なんかクラスでクラスを選んだ理由とか、いいことでもいいですけどね、何かここが良かったみたいなのがあれば教えてください。水崎先生のクラスでは、まず条文を、まず条文を上げてこのパターンで決めていくっていう形なので、他の方も言われてたように、その要件を漏らさないっていうことが非常にできるようになりますので、そこが良かったです。ありがとうございます。なんかクラスを選んだ決めて良かったところとか教えてくださいだったら。はい、エルゼミを受講したんですけども、その紹介動画で水崎先生が論文試験苦労されて良かったっていうのを見まして、自分も当時論文試験の突破に苦労してたんで、この先生にお世話になろうと思って水崎先生を選びました。頑張りましたよね。ありがとうございます。なんかクラスの良かったところがあったら教えてください。小テストなどで知識を定着され、することをできたのですごく良かったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんおめでとうございます。